どうもこんにちは。今回なんですけども、前回ライトがたくさん欲しいなっていうお話をしたんですけれども、いろいろな方にですね100均のライトを勧められたので、今回はちょっと100均のライトを買ってみました。で、お店は3箇所もあったんですけども、まずダイソー、あとキャンドゥ、あとセリア、この3店舗を回ってみました。まずはダイソーのライト、ダイソーのライトはこれですね。この2つがダイソーのライトになります。こっちがランタンで、こっちは電球みたいな形のやつですね。で、電球みたいな形のやつで USB 電源から給電できるやつなのかな。どうなんだろう、今改めて見ると充電式じゃないのかな。これ、まあまあとりあえずこれがあります。で、次がこれがセリアで買ったやつです。見た目的には結構いい感じなんですけどね、どうでしょうか。で、最後にこれがキャンドゥで買った LED ライトです。今回買ったライトなんですけども、これが単4、これが単3で、これが単4っていう風に分かれてます。できれば電池は1種類の方が良かったんですけども、まあとりあえずやってみましょう。まずこれからですね、スイッチを上にするとライトで、下にするとランタンと、で真ん中にするとスイッチオフで、フック付きっていうことになってます。なんか後ろはこんな感じですね。なんか黒かと思ったらアーミーグリーンみたいな感じの色になってます。お、ついたついた。これ明るいな、結構思った以上に明るいですね。これ今撮ってるの昼間ですからね。次に、今日ちょっと一番気になってるこいつですね。こいつを試してみます。なんか見た感じ可愛いですよね。これ可愛いけど、可愛いけど可愛いだけじゃダメなので、よし、これを回すと、あ、開くと。じゃあ電池入れます。これはさっきの方が明るいですね。うん、ここじゃない、ここはスイッチじゃないですよね。ここ電池入ってますからね。これだ。うん、しっかり押せる感じのスイッチですね。じゃ続いてこれいってみましょう。よし、じゃあいってみます。3、ああ、こうなってるのか。今でもこういうなんか紐あるんですね、電池取りやすくするための。ちょっと不安定だぞ。こんな感じになってますよ。斜めってますけど、まあいいか。
反射はしてますね。反射はしてるんだけど、ちょっと弱いかな。さあ、残りのもう一個、これですね。USB 電源。充電式と思って買ったんですけどね、充電式じゃないのかな。あ、ここフックがついてます。これね。あ、充電式じゃないっぽい。なるほど。これはどうしようかな。これつけっぱなしになるってことか。じゃあ USB 電源なんで、あれですよね、モバイルバッテリーがあれば使えるんでしょうね。最近のモバイルバッテリーってだいたい差し込み口が2つ3つついてると思うんで、これもつけてスマホも充電できてみたいな使い方がモバイルバッテリーがあればできますね。モバイルバッテリー買おうかな。箱のどこにも充電式とは書いてないですけどね。これですね、なんでこれ買っちゃったかっていうと、まず充電式と思ってたことと、まあこれは説明、この箱ちゃんと見なかったのが悪いんですけど、ここ150ルーメンって書いてあるんですね。で、こっちの結構明るかったやつが、見えますかね、130ルーメン、130ルーメンで書いてあったんで、あ、これだったら明るいんだろうなと、まあ、こっちの方がですね、こっちの方が明るいんだろうなと思って今回買いました。ちょっと違う使い方を考えましょうということで、これは今日は戦線離脱します。さあ、じゃあこれで明るさをちょっと比べてみましょうか。はい、今こんな感じでカーテンを閉めました。カーテンを閉めた状態でライトをつけていこうと思います。とりあえず一番暗いであろうやつから。これが一番暗いですね、多分。それで次にこれ、セリアのやつ。うん、わかりますかね、こっちの方がわかるので、次が、まあ、これが多分一番でしょうね。ダイソー。圧倒的にダイソーですね、これ。まあ、ターザン電池っていうのもあるんでしょうけど、でもこの大きさがですね、そこまで変わんないんで、ダイソーのライトの方が3、4センチ大きい感じですかね。大きい感じで、ダイソーだけは単三電池ということなんで、まあ、やっぱりダイソーが一番という結果になりました。さあ、ちょっと一回ライトを消しましょうか。でもその前にちょっとこのランタンじゃない方をつけますね。ランタンじゃない方の明かりでも十分じゃないですかね、これ。感じですか。こんな感じで使える。全部この上の部分にこうフックがついてるんで、子供が喜びそうですね、これ。自分だけのライトだよっていう感じであげればだいぶ喜びそうな気がします。100円ですしね。よし、じゃあ全部ライトを消します。そういう感じで今回は LED ライト3種類買ってみましたけども、1番はダイソー、2番がセリア、3番がキャンドゥで、一応順位はこうつけましたけども、ダイソーがもう圧倒的ですね、明るさは。個人的にはダイソーが一番おすすめかなと思います。で、あと電池も単三電池なので、僕はですね、個人的にミニ四駆世代なんで、やっぱり単三電池が一番好きですね。今回は100均巡りをまたしたんで、こういったものを入れるケース、これもちょっと買ってきました。買った場所はセリアです。全部こうお揃いの色みたいな感じでいいかなという感じでこれを選びました。で、これセリアのやつなんですけど、これ蓋になってます。
これは本当ただのケースですね。で残った電池とかもこの中入れてケースとしても使えますし、こんな感じでこれだけでトレーだけでも使えるのかなと思ってこれにしました。結構トレーになりそうですよね、これと。あとはこれ、これもセリアです。これはですね、ナイフとフォークとか箸とかそういったものをですね、今もう無造作に入れちゃってるんで、これがあればいいかなと思って買いました。ということで今回買ったものはこちらですね。1,2,3,4,5 5点あとこれで6点ですね。今回も個人的にはいい買い物ができたんじゃないかなと思います。特に一番はこれですよね。やっぱりダイソーの LED ライト、これが一番のいい買い物だったかなと思います。あと色がね、色はこう考えてなかったんですけど、うまいこと合わせられたんじゃないかなっていう感じがしますね。うん、これ横にもできますしね、なかなかいいんじゃないでしょうか。引っ掛けることもできます。今回これで夜はだいぶ明るくなるんじゃないでしょうか。ということで100均の LED ライト対決でした。